確かに、まあ、追い込まれるの大嫌いもんな水かけるとそのまま消えちゃうんだ確かに、まず追い込ませないっていうことだね。薬莢が人を強くします。おお、名言出ちゃった。出たよ。まあ、ランビジ16人で活動してるんで、うん、もう一人になりたいんですよね。そうだよね。多分そうずっと一緒ですもんね。確かに。たまにはね、うん、たまには多分一人になりたいっていう欲が多分出たんだろうね。結果夜一緒に飲んじゃったりするね、うん、あそう夜とかね、ね、日中とかでも基本一人ですね、うん、あこれはね、結構ね、あの、癖出ますからね、これ、うん、大丈夫ですか？いいですか、はい、行っちゃいましょう。僕はいいですよ、もう行っちゃいましょう、はい、せーの、ドン待って、あなただけピンクだけですね意外と赤、僕みんな赤でどう？僕赤ですね。あ、そう、はい、なんならちょっと黒くてもいい。おー、嘘なんか強いセクシーさ、いや、わかるわ、いや、ちょっとわかるわ。あんまりその赤をガッと強調する人ってすごいこう自分になんかこう自信があるんじゃないかなっていうのがこうそういうこう裏側をすごい覗いちゃうんですね、勝手に。そうはそうじゃないと思うんですけど、うんうんうん、なんで自然な感じがいいかなと。あなたも結構赤ご利用しするタイプですね今日もまあもうすっごい派手な T シャツ、まあ主張強いよ、同じようなこと思われてると思うんです。ここが行きたいって思うと、なんていうの、自分から発信していくけど、うん、こう誰かとじゃ あのいついつあの遊ぼうよとかなった時はもう、うん、あのえじゃあ何すんのって聞いて、そのそれなりのあれがあるんですかと、はい、思っちゃうタイプ。俺を誘うならそれなりの計画があるんだろうそれなりのがあるんですか、なんか面白いすっげー上から行くじゃん。行ってるよ君たち、うん、行ってる、確かに違うよね、なんかルーティンがあるんですよね、これとこれ毎日絶対買うみたいな、はい、だからそれを行かないとなんか気持ち悪い、うん、それ買うものあるよ、欲しいものあるから言ってるじゃん。ああ俺のまずなんかね、え、モンタイム見える、なくてもなくても、まあ、確かにそれはそうだ、うん、コンビニ行きましょうよとかって誠に誘われるけど、はい、行っても俺何も買わないみたいな、めっちゃあります、あ、そうなんだ、それは丸やね、確かに、はい、確かに、なるほど、 OK です。君だけやっぱ違う、なんか合わへんな、ね、ずっと合わへんな僕バツですね、逆にジェンクつけるんだ、もうあのうん、テレビ好きやからテレビっ子やからもうすごい、だからなんかしかもそれしか部屋帰ってやることがないからまずつけてあの見逃したくないっていうのありますね、面白いのやっぱ、あーなるほどね、帰ったら家におるときは基本つけます、なるほど、つけない、何か先にやるってこと、とりあえずベッド行きますね、とりあえずベッド、はい、何もしない、無音が好きなんですよ、うん、変態やねさすがだな、タックンワールドがね、ワールドがね、好きなのね、確立してるねいや面白かった、うん、面白い、なんかねマニアックな人だこれを聞いてどうなるんやろだってさあのこんなとこで嘘ついてもしゃあないやろ、だから結構みんなガチのガチの、ガチ、マルとバス。